はい、どうも、シュンティビでーす。というわけでですね、引き続きまして、トークウィークということで、やっていきます。今ね、後ろでちょっと作業してるんですけど、これ無視していいんで、お願いします。はい、というわけで、今回は、良平との出会いについてお話をしていきたいと思います。なぜ良平と、YouTube 一緒にやることになったのか、なぜそうなったのか、いつ出会ったのか、お前らは兄弟なのかみたいな、そのいうところがね、あると思うので、お話をしていきたいと思いますけども、実は皆さん言ってなかったんですけど、良平と俺って兄弟なんですよ。違うやん、絶対違うやん。見よします。なんで出てくんだよお前。絶対違う。バレて、一瞬でバレたじゃねえか。ふざけんなよ。絶対違う。頼むよ、言うなよ。似てない顔が。もう一回いきますよ。実は良平と俺は兄弟ではありません。びっくりでしょ皆さん、実は兄弟じゃないんですよ。びっくりでしょ、兄弟じゃないんですよ。はい、良平といつ出会ったかというと、もう生まれた時から出会ってました。先生、同い年じゃないじゃん。あれ、双子じゃないの。双子じゃないじゃん。違う、兄弟でもないじゃん。間違えちゃった、間違えちゃった、すいません、間違えました、間違えちゃった。もうテイク3いきます。はい、まあ、良平と俺の出会いは実はモンタナスポーツなんです、最初の出会いは。でも本当に謝りたいんですけど、マジで覚えてない。まあ僕といえば、まあモンタナスポーツだと思うんですけど、この地元にモンタナスポーツがあるので、モンタナスポーツたくさん行くんですけども、まあそのタイミングでたまたまね、モンタナに行ったタイミング、たまたま良平に遭遇してたらしいんですよ。良平はグローブのオーダーをしてたらしい、トレジャーので。それは俺気づいてなくて、なんかそんな反応が あれば、ああ俺も知ってんなと思って話すんですけど、基本的にモンタナに行ってこの若い野球やってる人と出会って、俺のことを反応しなかった人は、知らねえなと思って、別にいいやって言って俺はスルーして帰るタイプなんで、自分から言うタイプじゃないので、そういう感じではいました。実は彼的には気づいてたらしくて、まあなんかお話をしたらしいんだけど、あんま覚えてないんですけど、まあそれでまあ終わりました最初は。でその後小柳スポーツさんで大井くんと朝ペンと僕でイベントをやるってなって、実際にイベントでお客さんを集めて、普通キャンペーンというか、すごいこうじゃんけんに勝ったらナンパオフみたいな感じでこうイベントやったんですよね。その時に良平がわざわざあいつ所沢なんですけど、電車乗ってわざわざ小柳スポーツまで来て、なんかこう僕らとこう交流しに来る、話しに来るっていうところで、すげえ遠いのにわざわざ来たな、すげえなと思って、家どこっすか、所沢ですみたいなだって、結構話したその時に。でグローブすごい好きっていうのを知って、でまあ良平と話をしてて、まあ今度なんか撮影手伝ってくださいよみたいな話をしたんですよね、グローブ大好きってことで。でたまたまその時にボナールとまあ撮影をして、すごい動画が伸びて、また撮ろうぜってなって、狭山の方で撮影をするから良平さん来れませんかみたいな、岡村くん来れませんかっていう話をして、キャッチャー道具とかキャッチャーミットとかいろいろ持ってきてくださいねって言って来てもらって、撮影をしたのがもうほんと始まりなんですよ。そこで初めて出てもらって、まあ撮影協力をしてもらった関係で、グローブマジ詳しいなと。ちなみに僕本当にグローブ分かんないタイプなんで、まあ多分ね、昔から見てくれる人は分かると思うんですけど、グローブマジで分かんないですよ。だからグローブ紹介なんか全然ね、できて試しもないし、そのルールも分かんないし、名前も分かんないし、なので彼はすごいそこでグローブに対しての熱い情熱というか、グローブマニアでもあるので、なんかその動画で伝えられるかなと思って、ちょっと協力してもらったんですよ。でまあ、毎週彼はね、遊んだりしてたんですけど、そう遊んでた仲間がちょっとこうしばらく会えなくなるところで、まあ、1人になっちゃうから、まあ、他にも多分友達いると思うんですけど、メインで遊んでたのはその子らしいんで、まあ、遊べなくなるってことで、だったら翔平 TV なんか加入して一緒にやればって言ってくれたらしくて、で、まあ、加入してもらうことになって、2020年かな、コロナになった後の10月ぐらいかな、新メンバーとして、迎え入れました。最初はマジでノウハウマジでゼロで、今だいぶ良くなったでしょ。もう俺がすごいもう苦労して、たくさんのノウハウ、今まで得た内容とか全てをもう彼に全部伝えて、こういうアングルがいいよ、こういう話し方がいいよ、こういう起承転結で撮影した方がいいよとか、こういう編集した方がいいよとか話をして、ようやく今の体制になりました。いやマジでね、これはね、良平くんの努力の結晶だと俺は思ってます。本当に昔はね、ちょっとね、結構ね、罵声を食らしてたんですよ。何回も待ってくれよみたいな、まあ今のヒロトよりは言ってないですけど、なんでこんなことするのみたいな、
これじゃあ伝わんないだろっていう内容とかを、そう本当に苦労したって話なんですよ。本当にたくさん教えさせてもらいました。今は本当に今ヒロトにいろいろ教える立場ではあるので、いや本当に彼は頑張ってると思います。今もね、テロップなんかほぼ良平くんがやってくれてますので、あのサムネイルも良平くんが結構やってくれてて、まあ、ちょっと修正は入りますけど、ほとんど彼がやってますので、右腕なりますじゃなくて翔平さんの左足の小指ぐらいのになりますって言ってて、なんでそれわけわかんねえなって言ってたんですけど、まあ、そうやって1年2年ぐらいか良平くんは、YouTube をやってきたソニーよりだいぶ成長しまして、今レベル2となっております。僕今レベル6ぐらいなんで、2人でやってたんですけど、やっぱり2人より3人より4人っていうそういう感じになってまして、昔はね、あの翔平、良平プラスで映画がサポートとしてやってましたけど、彼も就職をして、まあ、車屋さんなんですけど、なんかやっぱ平日休みじゃないですか、なかなか土日来れないので、まあどうするかって思ってたら、なんかユーボンチャンネルの方に入ってるヒロトがなんか修行してとか言い出して、まあしょうがねえな、じゃあなんかいろいろ教えてやるかっつってやってたら、ユーボンはやっぱ大阪だし、ヒロトは入間だし、なかなかね、あの撮影もできねえし、ユーボンが来てたけどこっちね来てたけど帰ったらもう結局一人だし、一人じゃ何もできませんよって言うから、しょうがないから、じゃあ翔平 TV の、 あの方に入ったらいいんじゃないのって言って、なんかとりあえずなんか手伝いやってくれよ、まあ君がうまくね、あの成長したらなんかメインでやってもいいしなんて言って、今編集とかも教えたりしてやってるわけですよ。何この長いスラスラと話せた内容長い本当ね、そういう感じですよ。本当渡る世間は鬼ばかりのセリフみたいだよな、これな。セリフないからね、これね。まあ本当にそういう感じで、まああの良平さんとの出会いはマジそんな感じ。本当に良平とだからあんまり飯行ったことないんじゃないかな、あんまり。まあたまにこうなんか取材後の帰り遅い時間の飯はありますけど、そういう感じでした。はい、まあでもね、本当に翔平 TV みんなで頑張ってるんで、あの今後とも応援よろしくお願いします。そして、翔平 TV、 僕自身が今あのライブ配信アプリのポコチャを挑戦してますので、ぜひとも見に来てほしい。ぜひともチャンネル登録というかフォローをしてほしい、応援をしてほしい。でこういった話をなんか生配信でやりたいなと思ってたんですよ。なので今回はこういう感じで、ね、生配信をやってきますよっていう話で、トークウィークということでやらせてもらいましたので、ぜひとも今後とも、応援の方よろしくお願いします。 YouTube もインスタも Twitter もフォロー忘れなく、そして、ポコちゃんのフォローも忘れなく、アプリ取ってください。ぜひともお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。